まずはじめに採用した役が出演をご挨拶いただきます。今回は小学生の皆さんに楽しく普段から使っていただくことを目的に2点の方を贈呈させていただく形になりました。これからも被災地支援の方に関わっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大切に使わさせていただきます。これ体育館ですね。体育館にとりあえず使えそうなものを運んでいく。特にここが一面は全部砂だらけになって、その時なんかまだ津波が来たぞみたいなのが膝ぐらいまで来てて、もうただね、扉なんかはもう破られていて、各学年の実態に応じた防災教育を行っております。1階教室は児童用の教室には使わないということで、今図書室として利用させていただいております。体育が楽しくなるようなものを送っていただきありがとうございました。逆上がり補助器、前のものが壊れてしまって、子どもたちとても不自由していて買わなくてはならないという相談をしていたところでしたので、大変嬉しく思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。ありがとうございました。国際医療福祉大学の学生さんたちが真心を込めて集めていただいたこのベルマークの品々、大切に使わせていただきます。大変ありがとうございました。